60秒スペシャル TVCM オンエア決定5月13日月曜日19時から放送の TBS ハッシュタググッドフレーズの番組中にハッシュタグビアボールの60秒 CM を初放送5月9日人気アイドルグループナンバーアンダーラインアイがサントリーのビアボールの広告等に就任したというニュースは瞬く間にファンたちの間を駆け巡りました SNS 上では歓喜の声が溢れ、期待と興奮が渦巻く熱狂に包まれました。それもそのわず、彼らが出演する CM はなんと60秒という大ボリューム。従来のアイドル CM といえば、15秒や30秒が主流であり、60秒という長尺は異例中の異例と言えるでしょう。このニュースは、アイドルの広告等としての新たな可能性を示唆すると同時に、 ファンにとっては彼らの魅力を余すことなく堪能できる貴重な機会となるわけです。5月13日月曜日19時から放送の TBS ハッシュタググッドフレーズ内でついにその全貌が明らかになります。ファンたちはこの日を待ちわびてまるでカウントダウンするかのように毎日を過ごしていることでしょう。SNS ではトイレに行く暇もない。 またたきも惜しいといったコメントが飛び交い、その熱狂ぶりは日に日に増していくばかりです。番組放送前からすでに大きな話題となっているこの CM。一体なぜ、これほどまでに人々の心をつかんで話さないのでしょうか一つには、ナンバーアンダーラインアイというグループの人気の高さにあります。彼らは YouTube での活動を通してファンとの距離を縮め、 親しみやすいキャラクターで幅広い層から支持を得ています。彼らの魅力は、歌やダンスだけでなく、トークやバラエティ番組での活躍にも見られ、まさに時代を象徴するアイドルグループと言えるでしょう。そしてもう一つ、今回の CM が60秒という長尺であることも大きな要因です。一般的な CM は15秒や30秒が主流であり、 限られた時間の中で商品やサービスをアピールしなければなりません。しかし、60秒という時間はまるでショートフィルムのような壮大な物語を紡ぎ出すことを可能にします。視聴者は CM の世界観にどっぷりとつかり、ナンバーアンダーライン愛の魅力とビアボールという商品の魅力を同時に体感することができるのです。従来の広告は、 商品やサービスを一方的にアピールするものが主流でした。しかし、近年の広告は視聴者との共感を重視した、よりインタラクティブなものへと変化しつつあります。今回のナンバーアンダーライン愛の CM は、まさにその恒例と言えるでしょう。彼らの親しみやすいキャラクターと60秒という長尺 CM が生み出す物語は視聴者を引きつけ、 ビアボールという商品への興味関心を自然と高める効果を生み出すはずです。さらに、この CM はアイドルの広告等としての新しい可能性を示唆しています。かつて、アイドルは手の届かない存在として、歌って踊る姿をステージの上から届けるのが主流でした。しかし、近年では SNS を通じてファンと交流したり、 バラエティ番組に出演したりと活動の幅を大きく広げています。ナンバーアンダーライン愛もその流れに乗ったグループの一つと言えるでしょう。今回の CM 出演は彼らの活動の幅をさらに広げ、お茶の間の人々にもその魅力を届ける絶好の機会となるはずです。彼らは単なる広告等ではなく時代を象徴するアイコンとして、 人々の心を掴んで離さない存在となるかもしれません。60秒という CM は従来の枠にとらわれない斬新な表現に挑戦する場でもあります。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちはその中でどのように輝き視聴者を魅了するのでしょうかそしてビアボールという商品は彼らの魅力とどのように結びつき視聴者の心を掴むのでしょうか 5月13日、月曜日19時、TBS、ハッシュタググッドフレーズ。その瞬間、お茶の間は熱狂に包まれ、ナンバーアンダーラインアイとビアボールが生み出す60秒の物語が始まります。それは、単なる CM ではなく、エンターテイメントであり、文化的な現象と言えるかもしれません。あなたは、ナンバーアンダーラインアイの60秒 CM をどのように見ますか これは単なる広告でしょうかそれとも何かもっと大きな変化の兆しなのでしょうか ?5 月13日、月曜日19時から放送の TBS、ハッシュタググッドフレーズ、ないで初お披露目となるやいなや、SNS 上では歓喜の声が飛び交いました。トイレに行く暇もない。瞬きも惜しいファンたちの熱狂ぶりを見ていると。 アイドルの CM 出演がいかに大きな意味を持っているのかを実感させられます。アイドルはかつて手の届かない存在として歌って踊る姿をステージの上から届けるのが主流でした。しかし時代は変化し、現代のアイドルは SNS を通じてファンと交流したり、バラエティ番組に出演したりと活動の幅を大きく広げています。 ナンバーアンダーラインアイもその流れに乗ったグループの一つと言えるでしょう。彼らは YouTube での活動を通してファンとの距離を縮め、親しみやすいキャラクターで人気を博してきました。今回の CM 出演は彼らの活動の幅をさらに広げ、お茶の間の人々にもその魅力を届ける絶好の機会になります。60秒という CM の長さも今回の話題の一つです。 一般的な CM は15秒や30秒が主流の中、ナンバーアンダーライン愛出演 CM は異例の長さと言えます。この60秒間には、彼らの魅力を余すことなく詰め込むことができるだけでなく、ビアボールという商品の魅力をじっくりと伝えることも可能です。情報型の現代社会において、視聴者の心をつかむためには、 短い時間で瞬間的なインパクトを与えるだけでなく、60秒という時間をかけてじっくりと商品やブランドイメージを浸透させることで、より深い共感を生み出すことが重要になっています。従来の広告は、商品やサービスを一方的にアピールするものが主流でした。しかし、近年の広告は、視聴者との共感を重視した、よりインタラクティブなものへと変化しつつあります。 今回のナンバーアンダーラインアイの CM はまさにその恒例と言えるでしょう。彼らの親しみやすいキャラクターと60秒という長尺 CM が生み出す物語は視聴者を引きつけビアボールという商品への興味関心を自然と高める効果を生み出すはずです。ナンバーアンダーラインアイの CM 出演は単なる広告の1。つとして片付けてしまって良いのでしょうか 彼らの起用は、従来のアイドル像、そして広告のあり方そのものに一刻を投じる、革新的な試みであると言えるかもしれません。それは、アイドルと広告の関係性に新たな可能性を示唆し、時代を象徴するアイコンとして、人々の心を掴んで離さない存在となる可能性を秘めているからです。彼らの CM は、単なる広告ではなく、エンターテイメントであり、 文化的な現象と言えるかもしれません。あなたはナンバーアンダーライン i の60秒 CM をどのように見ますかこれは単なる広告でしょうかそれとも何かもっと大きな変化の兆しなのでしょうか